96式戦車は中国の戦車。世代としては第2世代に属し、事実上中国における最後の第2世代戦車である。2020年時点で96式戦車を約1000両及び 96A 式戦車を約1500両を保有している。96式戦車は時期に採用される第3世代戦車である98式戦車や99式戦車が、 正式化以前から全面的な配備は、その生産コストの高さから難しいことが予想されたため、88式戦車をベースに85アム、85イープ式戦車の技術を取り入れる形で、比較的低コストの戦車として開発され、1996年に正式採用された。旧式化した59式戦車や69、79、 式戦車を補う形で大量生産された。近年では、第三世代戦車にあたる99式戦車の技術をフィードバックした 96A 式戦車も登場し、既存型の回収も同時に行われている。第二世代以降の西側主力戦車が50トンを超える重量を持つものが多い中、本戦車の重量は42.5トンに抑えられている。そのため、 50トンを超える98式戦車や99式戦車と異なり、既存の59式戦車用の輸送車両での移送が可能である。85式戦車と同じく溶接砲塔を採用しており、車体と砲塔の全面部は複合装甲を採用。この複合装甲はモジュラー方式であるため、被弾した際の装甲交換作業や、 新しい複合素材が開発された際のアップグレードも容易になっている。一説では最新鋭の99式戦車との互換性もあり、同じ規格の装甲を共有できるとされている。96A 式戦車では前面にドイツ連邦軍のレオパルト 2A5A6 に見られる設計装甲が搭載され、外観イメージが一新された。 この設計走行は運動エネルギー弾であるアプフスズ、弾に効果があるとされ、各国でもその採用が検討されている。また、必要に応じてエラも取り付けられる。エンジンは、当初85アム式戦車と同じ 12,150ZLBW 水冷ディーゼルエンジンであったが、G 型からは165型 V 型8、気筒水冷ディーゼルエンジン。 または150型 V 型12気筒水冷ディーゼルエンジンに変更された。最高速度は時速 57km から時速 65km へと向上しており、0時速 32km へ14秒で加速可能となった。96式戦車はエンジンの搭載にパワーパック方式を採用し、メンテナンス時は40分程度でエンジン換装が可能である。 ソ連主力戦車の標準装備である 2A46、軽の 125mm 滑行砲を搭載。砲弾は分離装薬型で、風とか自動装填装置により1分間に6から8発を発射可能である。初速は秒速 1730mEC、最大射程は2500から 3000m。現代の主力戦車の標準となっているヒート弾、HE 弾。 アップフスズ弾、HE フラッグ弾などの各種砲弾を使用可能。さらに、QM119 レフレークス対戦車ミサイルを方針から発射可能。QM119 は最大射程5000メートルで近出圧延式後半に換算して700ミリメートルの貫通力があるとされるも、一発500万円近くするため、一両あたりの搭載数も少ない。 方針のブレーンを制動する機能が低いようで高進間射撃能力は期待できないが、高防速のスペックでは、ロシア本国仕様の T-72 に相当する能力を有しているとされる。また、最近では改良型の 96G 式戦車において、暗視装置を微構造複式から第二世代の熱線映像式に換装し、原型に比べて夜間における。 探知距離を大幅に延伸することに成功した。新型戦車橋本社の車体に戦車橋を搭載した佳橋戦車。詳細不明。新型離体式走行回収車本社の車体ベースとした走行回収車。車体左部に箱型の乗員区画を増設。車体右部にクレーン、車体全部にドーザーを配置しているのが確認できる。 2007年1月時点で、太陽国がすでに100両余りを購入することを表明していたが、最終的には2008年に契約不成立となった。また、スーダンにも輸出されており、2012年に破壊された、南スーダンの T-72 の写真が公開され、96式による初めての戦果ではないかと報道された。96式戦車の採用国、ありがとうございます。